らない。めっちゃ軽い。口をふざけ出したついに。前回あの次回予告でありましたけど、あの撮影のね終わりがけぐらいでちょっとやべえ現象が起きて、うん、かったね。やばすぎだ。カメラに収まってるんですよね。はい、カメラに収まって収めました僕が。ということで、まあそれを最後に紹介するということで、はい、まずはいつもの調査班ホラーナイトをやっていきましょう。一つ目の動画は完全に手を引っ張られる瞬間が映った。強兵のやつだな。そうそう、ここだよね。ここでこう引っ張るやつ。それこそここにいる時だ。まず4分40で大輝の頭ら辺に光が映るようです。マジで言ってる。いつ閉めたの。映った。ここ始め。映った。ここ始め。うるっす。おぉ、なんか通った。通ったね。通ってるね。えすってね。うん、なんか俺も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 ヒカリっつうからさ。おっ、びっくりした。びっくりした今言ってる。言ってたよね。言ってた言ってた。聞こえなかったよね。え、めっちゃでかかったよね。うん、これ。え、どっからどっから。聞こえたの普通に。バカでかかったよね。冒頭からえげつなさすぎる。ちょっとこの辺だよ。ちょっと俺この辺から声聞こえるの嫌だわ。なんで。前回のやつがね、あるからね。あ、そうだ、前回でした。だからもうライブ会場ぐらいの充電。マジ、なんでそれ聞こえないの。そんなの全く聞こえなかったんだけど。続いて4分50で女の声がする。霊がいて、ドアに。うわっ、きつい。うわっ、きつい。嘘やん。いや、俺最初さ、その誰かメンバーの声と思って、俺の声の裏でさ、うわ寒い。これやばい。100ノリだ、しょうもなっていう。そう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 、俺も感じだったけど。レイがいて、ドアに。うわっ、俺じゃないの。口一切動いて。もう最近さ、女の人の声さ、どんどん近づいてる。あー、なんかはっきりと、よりはっきり聞こえる。男も近づいてるんで。聞こえた。光がなんか動き回ってるわ。だよね。うん、さっき、そう。マジで？ファンファンファンみたいな。光物誰もつけないんだよ。うん、続いて6分54。また声が入ります。ややこ、もうどういうこと、どういう。ややって、聞こえました、分かんなかった。え、ふふん、だよね。いや、違う、その後だ。その直後。え、ややこ、もうどういうこと、どういう。ややって、なんはそう。あぁ、女の声多くね。きついきつい。扱ってる内容がえぐいから、なんかね。そう、確かに。え、私ですみたいな。私ですとかやめて。8分48のそうですが、殺すに聞こえるようです。殺す。やばいわ。おっと、あら怖いぞ。あら、うわぁ、だってそう聞いたらもうそれ以上聞こえない。そういうのはそうやめるね。そうですぎは逆に聞こえないよ。聞こえないわ。殺す。うわぁ、ってこれやばいじゃん。マジで無理。また女の声じゃん。これ一貫して女の人の声。女の声3回よ。女の声紹介しちゃうだけ。女の人の声だと思う。男に聞こえるけど。そう。あー、エグすぎ？エグすぎるな、かな。エグいすぎ。この動画エグすぎ。続いて、滑らない話してたら海音が多発し、住み着く霊が返事をしたという。あー、そもそもね。あー、やばかったね。そもそも現象入っちゃったんですよね。まあ、現象系ですね。なんかこれトリッキーなやつなんですけど、この動画の2分のよってやつをちょっと遅くするとなんかつくよって聞こえるらしい。初めてじゃないですか。あ、よってそもそも現象の声だ。帰ってきたら、しーん、うわー、やばい、やばい。これやばいやつだ。え、マジきつい、マジきつい。これやめよ、やめよ。これはダメだ。もういい、これやめよ。これ怖っ。今俺これ聞いた瞬間、鎮痛が、うわっ、やばかったもん。だったよね。聞いちゃいけないやつ来た。そう、今までと違うよね。霊感とかない俺でも無理。なんかこれやめた方がいい。これやめた方がいい、本当に。これはやばいな。これ触れない方がいいよ。これは触れたらいけないやつ。これやばい。あまりにも笑えないやつはちょっとできない。ちょっと笑えない、これだけ。ガチのなんかやばいパターンの声。あー、すごいよ。そうそう。あー、もう思い出した。やめ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 。
曲怖すぎるので、怖すぎるはもう早めて、あの前回のお話です。もうそうしましょう、はい、まあ、まずはこの動画をご覧ください。どうぞ。光ったよね、今。今やばかったよ、今やばかったよ。ちょっと光ってる。何が光ってる。おお、え、何これ、何これ、ちょっと待って、ちょ、あれ、カメラ、カメラ、カメラ。それでは、次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。めっちゃ音鳴ってる。めっちゃ鳴ってるよね。うん、え、今光ったよね、今。今やばかったよ。今やばかった。ずっと光ってる。ずっと光ってる。ずっと光ってる。え、何が？え、今さ、グーってなった。そう、それそれそれ。それよな。俺ビビってんの。え、もう光ったの？パンパンパンって。いや、今光ったの。お、今も光った。ちょっと何が光ってる？何が光ってる？何が光ってるの？お、え、何これ？何これ？ちょっと待って。ちょ、あれ、カメラカメラカメラ。うん？今光ってる。これ何みんな止まってるよ。だってみんな、ほらほらほら、なんかの反射とかじゃねえよこれ。だってみんな止まってるよ。何が起きたかっていうと、俺と大輝が一斉に声が聞こえて、うわってなったタイミングで、じゃあこっちでうわってなってて、まあそれがだから、まあちょっと映したんですけど、まあなぜかピカピカみたいな、なんかね、点滅、よくわからない光り方を壁がしてて、動画だけでなんかこのカーズが光ってるとこはあるんだけど、もうガチで光ってるパターンあんまないから、それにビビってて、俺らはもうその光る、お前らがビビる直前で、じゃあ、バカでか男の声聞こえてる。あー、なんかビビってたね、それね。それでビビってた。本当になんか撮影中みたいな。しかも日中なのに、幽霊って意外と午前中も活発っていうらしい。そういうのあるんだ。めちゃくちゃ声が聞こえる。その直後っていうのがもう、いやね、そうやばいね。その直後これだったらそれあんなビビり方するわ。で、今日もさっき聞こえたし、俺と恭平が、うん、結構右がやばくなってる。そう、右がやばい。さっきはもう光ってんだよ、そこ。大丈夫これ、普通に見えてる。だよね、普通に光ってるよ。普通、おー、光ってる光ってる。普通に見えてるけど大丈夫これ。何もないじゃん。何もない。何もないじゃん。何で動いてるの、この光は。ということで、いやこれはちょっとね、それを捉えたっていうのがもう、まあ確かにでかいね。でかいよね。いつもやっぱりさ、俺らだけ反応してさ、みんな見えてないからさ。確かにね。日常の時もさ、怒った後に撮るからさ、なかなか見せない。リアルタイムで現象瞬間を。そう、こういうことなんですよね。ずっと長い間光り続けてくれたから、そのもう一箇所とかじゃなくてもうバーン。そう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 。最近なんかやばいよ。やばいですね。まあやっぱ夏がやっぱ異常に現象起きてたので、まあそうだね、夏に向けて徐々に現象がヒートアップしているかもしれないという。いやーちょっとこれ夏の怖いっすよ。いやそれよりももうなんか調査班ホラーの声が怖すぎ。やばい。いやちょっとマジで思い出したくない。俺もう聞きたくないもんね。聞けない、聞けない。ちょっと一つ思ったのは、いろんなもの 0.25 にしてたい。いや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 、ドアにいつもいて。ドアに。うわ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 。これ怖すぎる。これダメだ、なんかダメなやつ。もうなんか。どういう。もうやや。待って。なん。最初の歯はめっちゃはっきり聞こえたけど、歯しか聞こえない。うん、なんであんなに聞こえたの。さっき一回だけ聞いてみました。マジで。いや、今ちょっと聞きたいかも。そうでしょ。一回だけね。ちょっと耳塞いでたよ。大輝聞かない方がいいんじゃない。皆さん、心して聞いてみます。おー、無理。しーくー。いやいやいやつって寝るのめっちゃ聞こえるもん、耳塞いで。あ、つくよか。待ってるんよ。え、つくよだよ。つくよ。つくよ。
お前やばいって。じゃあもうそれないわ。もう同期の文字数がさ、おかしいじゃん、だって待ってるよって言ってる。言うてないわ。いやいやいや、無理無理、怖い怖い怖い。ということで、本日のホラーナイトも少しでもゾッとした方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。最近急上昇に多く乗っていて、新しいね、最近から見始めてくれた方たくさんいると思いますので、下の概要欄からホラーナイトの再生リストありますので、一気にババッと見てちょっとゾッとしてみてはいかがでしょうか。はい、お願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイ。もうやめえ。もう全部冗談でやるやつじゃないから。ようできるな、そんなことが。冗談でやるやつじゃない。あーもうやめ。